所要時間およそ10分、はい、とにかく中はもう中国人の団体客がものすごい大声張り上げてて、もういたたまれなくて逃げ出してきたっていうのが実情ですけども、実際今まで見てきたアンコールワットの遺跡群に比べると、こっちの方はあっちを先に見ちゃうと、ここは見ても見なくてもいいというくらいの規模ですし、内容です。おすすめしません。1時間以上かけて来て、で1時間以上かけて戻るだけの価値はないと思います。以上。